はい、こんばんは。今日は日中両政府が習近平国家主席の国賓来日について年内見送り、事実上の白紙となったことについてのニュースをお伝えします。そして中国への世界的な制裁圧力が強まる中、アメリカとイギリスの動きと、そしてコロナ後の世界について、つまりは、米中の関係はどうなるのかというようなことについて考えてまいります。まずはニュースを読んでまいります。習主席国賓来日年内見送り、事実上の白紙。日中両政府が新型コロナウイルスの感染拡大の影響で延期した中国の習近平国家主席の国賓としての来日について、年内の実施を見送ることが5日分かった。習氏の来日は来年以降も無期延期状態が継続するとみられ、事実上白紙となる公算が大きい。中国のコロナ対応や香港問題などへの強硬姿勢をめぐってはアメリカをはじめ世界各国で批判が高まっており、政府高官は習氏は来日できないし来ないだろうとの見通しを明らかにした。日中両政府は今年3月4月に予定した習氏の国賓来日の延期を発表し、双方の都合の良い時期に行うことで再調整する方針を確認していた。だが日程調整など具体的な動きはストップしている。中国は湖北省武漢市で発生した新型コロナへの初動対応の問題が批判されている上、香港への国家安全法の導入をめぐって国際社会から一国二制度を壊す動きだと厳しく非難されている。国内情勢も不安定化している。日本国内でも与野党を問わず批判があり、中略しまして自民党外交部会も中国政府を非難する決議をまとめ、政府に習氏の国賓来日の再検討を促した。他方で尖閣諸島周辺では先月上旬、操業中の日本漁船が中国当局の船に追尾される事案が発生した。接続水域では5日まで53日連続で中国当局の船が確認された。新型コロナをめぐる状況や国内外で強まる中国批判を踏まえ、政府は条件は整っていないと判断した。ただ日本政府は最も重要な二国間関係の一つとして対中関係を重視している。日本側から習氏を招いた形をとっていることもあり、習氏の国賓来日に向け中国側と意思疎通を続ける体裁は保ちつつ、日中関係の発展や懸案事項の改善を図る方針とみられるということなんですね。ですのでやはり国賓来日は事実上白紙ということなんだと思います。そして、日本側から招待しているっていうことがありますので、国賓来日に向けて中国側と意思疎通を続けるっていう、体裁は保ちつつも、日中間の懸案ですとか香港問題などの、懸案事項に対処していくという方針と読み取れると思います。で、こうした現状の中、今アメリカ政府は中国への制裁といいますか圧力を強めている状況です。中でも僕が結構注目しているのは、5月20日アメリカの上院が可決させた外国企業説明責任法なんですね。で、ちょっと日本経済新聞を見てまいりますと、この法案はアメリカに上場する外国企業に経営の透明性を求める法案です。外国政府の支配下にないことを証明するよう求めるほか、米規制当局による会計監査状況の検査を義務付ける。3年間検査を拒否した場合は上場廃止となるということなんですね。ですので結構強力な法案だと思います。で、現状中国政府によりまして、いくつかのその中国の民営企業に対しては実質的な国有化が進んでいる状況があると言われています。で、そうした流れの中でアメリカ政府側がですね、今米国内で上場している、172社に及ぶとされる中国企業に対して今後どのように動くのかっていうのは非常に注目されるなと個人的には思います。で、こうしたアメリカの動きに歩調を合わせるように、イギリスは 5G において、脱中国っていうんですかね、そういう方向に動き始めたとロイターが報じてますね。ちょっとロイターを読んでまいりますけれども、イギリス政府は 5G システムにおいてファーウェイに代わる調達先を模索する取り組みに入ったとされます。 NEC と韓国のサムスン電子と協議を行ったと6月3日ロイターが報じました。で、こうした世界的な動きがある中で、やはり日本はですね、国として自由民主、基本的人権、法の支配という価値観をアメリカの同盟国として共有し、国際問題に取り組み、そして世界平和と国際秩序を保つためにですね、アメリカなどと
共同して歩調を合わせるっていうことが非常に重要なんだと思います。でそうした観点から今回ですね、国賓を事実上白紙にしたということも、背景にあるんじゃないかと僕は思います。そしてアメリカはさらにですね、踏み込んだ対応を中国に対して示しましたですね。ちょっと一部ニュースを読んでまいりますが、6月6日のニュースなんですけれども、アメリカと台湾が天安門民主化デモ31周年追悼を行った去る4日、米国の艦船が台湾海峡を通過していたことが明らかとなった。5日ロイター通信によると、台湾の国防省はこの日、アメリカの軍艦が一般的な任務を遂行し、台湾海峡を南の方向に通過したと発表した。アメリカの艦船が台湾海峡を通過するのは今年で7回目である。台湾海峡が自由で開放された水路だという点を、中国をはじめとした国際社会に意図的に分からせるためのものだと見られている。台湾海峡は中国大陸と台湾島の間の幅約 180km の海峡で、事実上中国と台湾の軍事境界線の役割をしている。しかし中国は一国二制度という原則を固守して、台湾も中国の領土であるため、台湾海峡は中国の領海だという立場を取っている。でこのタイミングで台湾海峡通過っていうのは、やはりそのアメリカのトランプ政権の、本気度っていうんですかね、そうしたものが垣間見えると僕個人的には思います。でこうした世界情勢が動いている中において、今後ですね、コロナ後の世界っていうんですかね、それを見据えて世界はどうなっていくのでしょうか。ちょっとですね、6月6日の夕刊フジの2面電子版を参照しますと、現在世界中で新型コロナウイルス後の世界が議論されている。それらの意見を総合すると、以下の4つのシナリオにまとめることができる。アメリカと中国の覇権争いが継続する米中新冷戦の世界。2、アメリカが覇権国として主導する世界。3、中国が覇権国として主導する世界。4、国際政治学者のイアン・ブレマー氏が主張する混沌とした世界。世界の諸問題の解決に責任を持つ国家も組織も存在しない世界ということなんですね。で、この4つの中のどれに世界がなっていくのかということなんですけれども、基本的にアメリカは世界の警察官であることを、やめていくと思うんですよね。で、民主党共和党政権によって程度の差はあるにしても、孤立主義的政策を取るっていうのは多分あるんじゃないかなと僕は思います。で、今年の大統領選挙でトランプさんがもし勝ったとして、トランプ政権が今後も続くということになりますと、アメリカとしては今後も小さな政府という方針で、行くことになるのかなと思います。で、そういったことを考えますと、2のアメリカが覇権国として主導する世界っていうのは可能性としては低いかなと思います。世界の警察官であることをやめたり、孤立主義的政策っていうことは継続しますとね、あるいはアメリカの国力も最近少し以前に比べますと、弱まりつつあるという側面もあると思います。で、そうした中、世界のパワーバランスも変わりつつあるということも考えますと、その覇権国っていうのはね、ちょっと可能性としては低いのかなという感じになりますよね。で、また中国に対しましては、現在コロナの対応をめぐり世界的に批判が強まっていることはあると思います。で、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアや世界的に中国への圧力を強めている背景があるということから、この3のですね、中国が覇権国として主導する世界っていうのも、可能性が低いと思われます。で、僕が思うに、やはり可能性として高いっていうのは1と4が混ざり合った世界っていう感じだと思うんですよね。米中の新冷戦的な構図っていうのは今後より鮮明化していくと思います。で、米中貿易摩擦の再燃ですとか、香港、ウイグル、台湾などの問題をめぐりまして、米中の対立っていうのは深まっていくことが予想されるかなと個人的には思います。で、あとですね、サプライチェーンの脱中国の動きっていうのも、加速していくと思うんですよね。サプライチェーンを自国回帰させながらも、加えてリスク回避のためにですね、サプライチェーンをある程度多角化させる動きっていうのは今後より進む可能性があるなと思います。ただですね、このサプライチェーンを自国に回帰させ、あるいは多角化するということは、効率や採算性という意味で言うと必ずしも見合わない部分っていうのもあると思うんですよね。しかし世界的には経済と安全保障が一体化してきている現状において、
効率性とか採算性が少し落ちることになったとしても、新たなサプライチェーンを築く方向に向かうという可能性があるんだと僕は思います。で、そうなってきますと、貿易とか流通とか政治とかそういうことで、あの自由民主、基本的人権、法の支配という価値観を共有する国々同士の交流っていうのは維持されながらも、そうした価値観を共有できない国々とは距離を置いていくということが今後鮮明になってくるかもしれません。そうしますと、世界は今より二極化ということが進む可能性があるなと個人的には思います。そしてかつ、世界各国が保守傾向になるということも予想されると思います。そうなりますと、世界の諸問題にリーダーシップを持って責任を持つ国家とかですね、組織っていうのが、まあ、ちょっと存在しづらい世界となる可能性はあるのかなと個人的には思っています。で、こうした米中新冷戦という状況でありながら、混沌ということも混在する世界においては、やはりですね、日本も国としてのスタンスっていうのをはっきりと世界に示す必要があると僕は思います。で、やはり日本っていうのは自由民主、基本的人権、法の支配の価値観をアメリカなどと共有し、その上でですね、日本はやはり憲法改正ですとか、サプライチェーンの国内回帰、あるいは自国の安全保障と経済は日本自身で主体的に守れるようにするっていうことが大切になってくると思います。世界がですね、新時代に向かう中で、日本の国としての、まあ、決意といいますかね、覚悟が今問われていると思います。ありがとうございました。ネット大衆紙ブルーカラーではメンバーシップ機能を開放させていただきました。メンバーになってもならなくてもブルーカラーの動画は今までと変わりなく無料でご覧いただけます。今回のメンバーシップの意図はですね、純粋にブルーカラーの活動をご支援いただくものとしてご理解いただければ幸いです。考え方としては投げ銭スーパーチャットと同じような考え方です。僕の動画に対して皆様それぞれの価値観に基づきご支援額を選んでいただければ幸いです。またメンバーシップはいつでも解約が可能です。ブルーカラーのメンバーシップには月額390円から1190円の5つの料金体系がございます。現状支援額による特典の差は設けておりません。パソコンからメンバーシップの手続きをするにはですね、このメンバーになるのボタンをクリックしていただきます。そして料金を選んでいただきまして、メンバーになるというボタンを押していただきます。その後お支払い方法を選択いただきまして、購入ボタンを押していただければ手続き完了となります。スマホから行う場合もほぼ同様の手続きとなります。ただ iPhone の場合はですね、このメンバーになるのボタンが出てこない場合があります。ですので、この動画の概要欄にですね、メンバーシップ手続きへのリンクを貼らせていただいております。そちらのリンクをクリックしていただければ、あとは流れに沿ってメンバーシップのお手続きがしていただけるようになっております。今後ともネット大衆紙ブルーカラーをよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。